もうこれがホリデー車検のいいところですよ。ほんで値段はなんと驚きの35,090円。いやまんコテボンこと、コテボンこと、いや皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごししましたでしょうか。私は関東に遊びに行ったり、北陸に遊びに行ったり、ラジバンダリで過ごしましたけれども、そう、今日はねゴールデンウィーク最終日なんですよ。5月5日、私明日の5月6日月曜日から仕事ということでございましてですね、警官にバイクが過ぎ去っていたところで、どこに向かっているかと言いますと、 CB ちゃん車検なんですよ。満期が5月の末やったかな。で5月5日、まあ車検は1ヶ月前から受けれるんで、また例のごとくホリデー車検に行こうかな思ってます。まあ以前ねホリデー車検で受けてるんで、また車検の案内がハガキで届いて、で連絡しようと思っててね、もうずっと忘れてたら、向こうからアポの電話かかってきて、いつしますみたいな。あーごめん忘れてた、じゃあ5月5日でお話しますっていうことで今日に決まったとよ。あれ大変ね、ありがたい話でございます。お電話をくれるというのは、まあ最終日はね家でゆっくりしようかなと思ってたんですけれども、まあ一日家ん中っていうのもねちょっとね体なまりすぎるんで、まあいつかちょうどええなと思って外出るきっかけでも含めまして車検に行こうということでございましたですね。で私がねなんでホリデー車検を好むかと言いますとですね、以前はドリーム店に出しておりました。出しておったんですけれども、まあ支払いがすごい高い。もう車検代行だけで2万取られるんで、いやその2万も保険代やんプリッとか思いながらおったんですよ。な会社の人はねホリデー受けて安かったでということで、今のねホリデー車検に切り替えたということなんですけれども、まあドリームとかやったらねめっちゃ点検してこれあかんからもう買えますわとか言ってだんだん値段が積み重なっていくんですけれども、ホリデー車検はしっかり見てくれて、ここもうちょっとしたらどうのこうのっていうアドバイスをくれるんですよ。まあ例えばパッドが残り少なくなってたらもうちょっとしたら交換ですよとか、だからもうその場で交換することもないですし、だからだん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 ねお金が上がっていくということもないんですよ。でホリデー車検はもう1時間でできるんですよ。1時間。もうね関西人待つのがとにかく嫌いで、もうドリームさんとかあと二輪館さんとか出すと最低でも1週間ぐらいはかかるんですよね。まとめて車検場とか持っていったりもしはると思うんで1週間ぐらいは要するんはわかるんですけれども、このね1時間で終わるっていうのがねもうたまらんのですわ。めちゃくちゃ早い。だから今日私2時から車検の予約を取っておるんですけれども、うまくいけばもう3時には終わってると。早ない？めっちゃマジビビるわ。そして私が今から行くホリデー車検は、163沿いのキグナス、まあガソリンスタンドでやってるホリデー車検なんですけれども、ここの人たちがねめちゃくちゃ愛想いいんですよ。元気やし愛想いいし丁寧やし、もう三拍子揃ってますね。火のつけどころもないんやったらもう行くしかないんですよね。あこれ163の方入りまーす。でちゃんとねこの車検用に待合室もあって、テレビもあるしソファーもあるし、めっちゃくつろげるんですよ。いや最高じゃない、ほんまに。あ見えてきましたねキグナスさん、あそこでございます。163沿いのキグナスさん、あそこで私はホリデー車検を受けちゃいます。入っちゃいますよ、入っちゃいますよ。到着でございます。
ジュースも。はい、はい、バイクは特に問題なく、ありがとうございます、うん、はい、でヘッドライトの高さも特に問題なかったら、そのままにはしてます。よかった、ありがとうございます。特にあの、はい、多分見え方も変わらないとは思い、はい、やってないので、はい、で、タイヤが、前が 3mm と後ろが 5.5mm も十分あるかなって、はい、でパッドが前 2.5 の 3mm は、まあ、まあこれも特に問題ないかという形になります、はい、幅とか高さとかも特に問題なかったので、はい、それも特に問題ないので、はい、まあ、きれく乗られているので、あ、ありがとうございます。特に問題ないかな、はい、あとはまた適当に手切りだけ添えてもらえればなという形になります、はい、こういったらどうしても手切りだけなので、そうですね、はい、でまあ、その辺は多分分かったと思うので、はい、まあ、その辺だけお願いします。はい、分かりました。ちょっと書類の方を作りますので、はい、30分くらいで終わると思いますので、はい、分かりました。ちょっとゆっくりしておいてください。ゆっくりしておきます。はい、かしこまりました。すいません、どうもありがとうございます。はい、すいません。はい、というわけでですね、車検終わってきました。なんと驚くことなかれ、まだ2時38分です。1時50分について、受付して、検査終わって書類もらって出るまでで、50分でございます。めちゃくちゃ早い。もう音速すぎてビビるんですけれども、もうこれがホリデー車検のいいところですよ。ほんで値段はなんと驚きの 35,090円。めっちゃ安ない？ユーザーで言ったら2万なんぼでしょ。それにちょっと毛が生えたぐらいの35,000円で、で1時間かからんと終わって、ほんでまだ自分のバイク乗って帰れる。もうこの163のティグナスさん、もう僕の中では神的な存在です。うわー、もう最高。ほんでほんまにね、まあ2年ぶりに行ったんですけど、スタッフの人ほんま丁寧、めちゃくちゃ優しいし、説明もしっかりしてくれるし、対応良すぎてほんまにやばいっす。でちゃんと検査したよっていうね、記録簿とかもこんな感じでもらえちゃうんで、安心安全ですよね。でアドバイスもしっかり、もうちょっとしたらパッド変えた方がいいよとか、タイヤは溝をまだバリ山やから全然大丈夫やよとかおっしゃってくれるんで、あんまりね分からへん方にも分かりやすく教えてくれるっていう感じですね。いやー、もうちょっとホリデー車検ユーザーが増えてもいいと僕は思うんですよ。だからね、この動画を見た人はね、163のキグナスホリデー車検行っちゃってください。あかん、キグナスなんて呼び捨てしちゃあかん。キグナスさんにね、ぜひともホリデー車検に行ってください。ほんまに親切で安くてめっちゃ丁寧にやってくれるんで、もうそんなディーラーとか行かんとってください。行ってもいいけど。まあそれではね、今回の動画はこれまでということでですね、皆さんいかがだったでしょうか。コメント高評価だけよろしくお願いします。あざすー。